はい、どうも、タックでございます。ですね、チャインコさんから、コメントをいただいております。ありがとうございます。できるだけ、投げてちょんちょんするために、自分は8から12グラムのデカめのブラを使っております。はいはいはい。デカめのブラ。はい。釣れるときは釣れる。釣れないときはゼロという状況です。動画ではボトムを取れないと重めのブラを使うと話されてますが、小さいブラ、大きいブラの使い分けは、沈みやすさ以外に何か理由がありますか？かっこ小さいブラの方が食いやすいなど。ってなってるんですけども、重めのブラを、多用すると、確かに遠投は効くんですよ。確かに遠投は、ピャッとこう効くんですけど、果たしてですよ。0メートルまで、ちょんちょん、できてますか？っていう話なんですね。僕はですね、逆に、20メーターなら20メーター、25メーターなら25メーターまで投げれないようにしてます。それはなぜか。僕は古来症のない人間なんですね、意外と。まあ、タンパラって言えばタンパラなんですけど、ピュッと投げますよね。投げます。ね、船道ずっと誘いたい。俺誘うんだ。的なことで、ピュッと投げますよね。投げても、なかなか足元まで誘ってこれないんですよ。なぜかっていうと、ちょん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 するのがあまりにも単純なもんで、途中で諦めてあげちゃうんですよ。で、それを防止するために、近くしか投げれないようにしてます。で、岸壁にギリギリ立って、キャストするよりも、2歩、3歩、4歩、5歩下がって、わざとですよ。わざと下がって、こう、ぐーっと下がって、で、キャストするんですよ。そうすると距離縮まるじゃないですか。で、20メーターなら20メーター。船一艘分なら一艘分しか投げれないようにしちゃうんですよね。で、そこのところを徹底的に誘うんですよ。っていうことはですよ。っていうことは、重めのブラじゃなくて、8グラム、12グラムじゃなくて、4グラム、3グラム。これを多投するんですね。で、重くても5グラムくらいが、このくらいの距離に合ってる。僕はそう見てます。で、小さい小魚、ベイトが寄ってる時ですね。まあ、地下なら地下、キュウリならキュウリでもいいんですけども、それが寄ってる時なんかは、コマセを巻いて、こう、サビくっていうのがあるんで、それだったら、足元まで来てんじゃないの？って判断しちゃうんですよ。だからこう、逆に、こう、30メートル投げれるところを、20メートルぐらいにして、あとはちょんちょん、ちょんちょん。で、ちょんちょんのスピードも、すごく関係してくるんですよね。で、この後の動画でちょっと解説したいなと思ってるんですけども、とりあえずですね、12グラム、それから8グラム、これ使ってるんでしたら、ポンと、ちっちゃいブラーに変えてみてください。ひょっとしたら新しい世界が、見えるかも。っていうか、見えると思います。一回でいいんで、試してみてください。それじゃあ、楽しい釣りを。